どうも、バーチャル YouTuber 大好き、モコと申します。先日ですね、某有名バーチャル YouTuber の中の人の顔バレってのがあって、なんか本当にすごい一瞬の映像だったんだけど、なんかそれがもう切り抜かれて、YouTube だったり、ニコニコ動画といった動画投稿サイトに、掲載されて、無断で拡散されてるっていう状況なんですね。まあ、別になんかその顔バレした、その YouTuber さん自体はそれ全然気にしてないらしいんですけど、なんか周りの人が、その本人以上に騒いじゃっていて、なんかそれを見てすごい俺悲しいなっていうふうに思うんですよね。だって、みんな、バーチャル YouTuber 好きなわけじゃん。別に中の人とか、裏の企業とか、そういうのを見てるわけじゃないじゃん。あくまでそこにいるバーチャル YouTuber が純粋に好きで動画を見ていたはずなのに、いつの間にかね、中の人が、例えばこんな容姿だからつって叩いて、ね、中の人がこういうこと炎上してたとか、そういう理由でなんか、もういいわみたいな言ってるの、なんかちょっと違和感感じるんですよね。多分そういう人って、きっと無意識のうちに、バーチャル YouTuber としての、例えばキズナアイちゃんだったらキズナアイ、ね、電脳少女、白だったら白、ね、そういう人たちを見てたつもりが、どこかでやっぱりその中の人に対する探求心を抑えきれずに爆発させてしまっているわけですよね。うん。どんな人なんだろう、何してる人なんだろう、声可愛いなとか、どんな顔なのかなとか。それはね、間違ってるんだよね。あれじゃん、やっぱアニメキャラでもそうじゃないですか。なんか声優オタみたいなのいるじゃん。気持ちはわかるけど、なんかアニメキャラそっちのけで声優さんがどうとかなんか言う人があんまり俺、好きになれなくて、純粋にアニメキャラを応援してればいいのに、なんでそんな中の人のネタですごい、盛り上がれるんだろうみたいな、ふうに思っちゃうわけですよね。なんか僕なんか本当にキズナアイちゃん大好きですけど、別に中の人がどうとか、裏の企業が、なんか何か絡んでるとか、まあキズナアイちゃんって結構その企業案件も多いし、もちろんお金に絡むことも裏ではあるんだろうけど、それでもやっぱ彼女の、日々のなんかね、なんだろう、彼女らしい動画っていうかね、そういうの元気づけられてるし、やっぱ寝る前とかに見るとね、やっぱ勇気が湧くっていうかね。あとやっぱ一動画投稿者として俺は彼女を尊敬してますから。正直言うともう何のネタもないと思う。ゼロからネタを生み出してるじゃん。なんかそういうのすごい尊敬できるなと思って。だからまあね、中の人が顔バレとかでなんかこんだけ騒いでんのなんか悲しいなって思うんですよね。なんかね、もっとバーチャル YouTuber けどこれからもっと盛り上がっていくね、コンテンツなのに。なんかそんなので騒ぐ人がこんなにいたらね、なんか気が気じゃないですよね。まあ、そうですね、僕の意見はそんな感じなんですけど、まあ少しでもね、多くの人に、この僕の純粋な、純白な、気持ちが伝わっていただけたらなと思います。ご清聴ありがとうございました。